皆様こんにちは。投資ウェブナビゲーターの三井千恵子です。今回は東京にありますアルコニックス株式会社様にお邪魔させていただいております。アルコニックス株式会社手代木社長、そしてマークテック株式会社の西本社長にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず手代木社長、アルコニックス株式会社の事業内容について伺いたいんですが、よろしいでしょうか。はい、アルコニックスはアルがアルミのアル、コが銅のカッパ、20年ほど前に日商祝いの非鉄金属部門が独立してできた会社です。非鉄金属の材料を主に取り扱っているんですけれども、非鉄金属の材料を取り扱いだけではやはり成長に限界があるということで、設立当初より非鉄に関係のあるところ、金属に関係のあるところ、そういった分野を中心にして、M&A を積み重ねてきました。 M&A の分野は流通の分野はもちろん、製造の分野、これに関しましても対象とさせていただきまして、現在は商社流通と製造を融合する専門商社として、日々研鑽努力を重ねているところでございます。ありがとうございます。アルミとカッパーというところが社名の由来ということで、コモディティ関連探している方はぜひご覧いただきたいですし、インフレということでね、コモディティに目を向けている投資家さんもいらっしゃると思うんですが、御社は M&A かなり積極的にされていることに加えて、 M&A した企業の自立成長を促すようなそういう取り組みをされていると伺いましたが、いかがでしょうか。M&A で、当社の欠けている部分を何かを補完していくというよりは、施設の延長上にある新しい拠点を、どんどん創造していくと、そういった方向性で、これまで M&A を手掛けてきました。ですので、まず M&A でグループに入っていただいた会社、それぞれが新たに投資をしたり、新たに、人材の採用をしたりして、まず自立で、それぞれで成長していただくということを最優先にして、グループの経営を行っています。アルコニックスさんとマークテックさんの関係についても伺いますか。マークテックさんはもともと上場された企業、それがファンドさんのに傘下に一度入られて買い手を、探しておられたわけなんですけど、マークテックさん、機械検査の会社、しかもソフトとハードを両方とも販売ができる、でしかもその販売先の主なところが鉄鋼業界、それから自動車業界、アルコニックスの本業なりわいであるアルミや銅の世界と極めて親和性のあるそういった業界に精通をされておられる、でしかも持っておられる、商品技術がニッチトップ的で非常に希少価値がある、そういったことでぜひということでグループに入っていただきました。西本社長、今手代木社長から御社に対しての強みとかニッチトップみたいなところお話ありましたけれども、西本社長から見て御社の事業内容ですとか強みについても教えていただけますか。はい、マークテックは1955年創業で間もなく70年を迎えます。ミッションとしてですね、品質保証を通じて社会に安全と安心を提供する、100年企業を目指しておりますので、30年経営ビジョンとして、品質保証を科学するものづくり集団として日本、アジアから世界に通用するブランドを作り、世の中を永続的に良い方向に変革していくというものを掲げております。その中で素業としまして非破壊検査事業、こちらは主に表面の傷を検査する装置と薬剤を、作っております。それから主に鉄鋼向けにですね、印字マーキング事業というのを、手掛けておりまして、こちらは鉄鋼製品のですね、トレーサビリティに有用な、文字であったり数字を描いているという形になります。それ以外に課税環境試験事業というのを手掛けておりまして、こちらは風洞装置であったり実験模型を作っております。主なお客様のセグメントとしましては、今手代木社長からご紹介いただきましたように鉄鋼業界が 30%、 自動車業界が 30%、 重工プラント関係が 30%、 それ以外にですね、建材メーカーさんであったり、大学、そういったところが 20%
いうお取引をいただいております。ありがとうございます。先ほど手代木社長にマークテック様の M&A の経緯伺いましたけれども、どういうシナジー効果を見込んで M&A されたのかなど伺ってもよろしいでしょうか。先ほどもちょっと申し上げたんですが、はい、マークテックさんが得意とされている業界、鉄鋼業界、自動車業界、建材の業界、アルコニックスの、まあ、創業の生業であるアルミとニッケルなどの世界と非常に近い趣味世界なんですね。その結果としてマークテックさんのお取引先、ここに対してアルコニックスグループとしてアクセスができるのではないか、逆にマークテックさんがまだ取引ができていない、そういった業界のお客様にアルコニックスグループとして新たなアクセスを提供させていただくことも可能なのではないか、そういう思惑を持ちまして M&A をさせていただいた。2016年2月からおよそ7年ほどですか、グループ入りしてから経過されていると思うんですけれども、西本社長から見てグループ入りして良かったことですとかいかがだったか伺ってもよろしいでしょうか。はい、その面ではアルコニックスは、まあ、グローバルに拠点がございまして、ビジネスを展開しているという意味では、まあ、我々が、リーチできない、場所、まあ、例えば、ベトナムであったり、台湾、それから北米、そしてメキシコ、まあ、こういったところで、現地でですね、我々が簡易にものづくりするということを今後展開していきたいという面ではですね、まあ、なるべく早くそういったものを展開しやすいという面であったり、やはり設備投資とかそういったものに関して、また新たな M&A を独自にやっておりますけれども、そういった面で、様々なフルサポートをしていただけるというところで非常に、助かっております。ここまでのお話でも、ウィンウィンな M&A であったこと、またシナジー効果がグループ内でしっかりあるということを伝わったんじゃないかと思いますが、もう少し深掘りしていきたいと思います。これまでにご紹介いただきました非破壊検査やマーキング装置事業だけでなく、最近ではグループ内の装置を活用した受託ビジネスを推進しているとお聞きしました。こちらを含めてアルコニックスグループとしてのシナジー効果やグループ内での連携について教えていただけますでしょうか。 M&A を進めるにあたって商社流通業、それから金属加工の製造業、そういったところを中心にグループ入りしてもらってきたんですが、その中でマークテックさんちょっと、得意な立場にあって、検査の会社ですから、まあいろいろな検査、当然装置を持って行わなきゃいけないんですが、そういった装置が実はアルコニックスがすでに買収した、例えば大場製検とか、そういった会社、自前の素晴らしい検査装置を持ってるんですね。そういった検査装置をマークテックさんの営業に生かしていただいて、マークテックさん自らが新たに設備投資をしなくても、そういったグループ内の優秀な装置、結構高いのがあるんですけども、そういったものを積極的に活用して、それでもってグループ内でウィンウィン の関係を創造していただくと、そういった今方向性が出てきて非常に興味深く推進させていただけるところです。なるほど。アルコニックスさんとマークテックさんだけでなく、アルコニックスさんの他のグループ企業とのシナジー効果もしっかり生まれているということですね。はい、はい、そういうことです。ありがとうございます。またマークテックさんはアルコニックスグループの装置材料事業の中核をなす企業として期待されているというふうに伺っていますが、今後グループ内でどのような位置というかどのような成長を期待されていらっしゃいますか。先ほど申し上げたようにマークテックさん過去に上場された経験があり、当社グループ、M&A を17社やってきているんですけれども、その中でもそのガバナンスという意味において非常に突出されており、ある分野では本社をしのぐほどの優秀な管理体制、そういったものを持っておられるんですね。そういった会社なので、グループ内のトップの立場として、特に装置材料セグメントにおいては指導的な役割を果たしていただき、装置材料セグメント内の会社をのリーダーとして、いろいろなシナジーを作りながら、総合的にそのセグメントを発展させていただきたいと、そういったことを期待しています。なるほど。企業にとってはその
事業のシナジー効果はもちろん大事ですけれども、ガバナンスとかそういうディフェンシブなところも大切だと思いますが、上場しているご経験がおありということで、そういった今はグループ会社ですけど、他社の知見みたいなものを取り込めてるみたいなイメージでしょうか。はい、そこを期待させていただきます。また西本社長に伺いたいんですが、マークテック様個体っていうんですかね、としての新たな成長などそういうものがあれば教えていただきたいんですが、どういうところに注目すればよろしいでしょうか。2018年からですね、独自に事業承継型の M&A をすでに4件進めております。また2022年からですね、化学製品の受託生産、受託開発ビジネスを手掛けております。その中でアルコニックスグループの特に東北化工さんとですね、連携しながら、粉体の受託製造のビジネスを手掛けておりますし、新たに CFRP に関する協業も進めております。さらに2023年にですね、 X 線の CT 検査に関する受託検査のビジネスも進めておりまして、こちらに関しては先ほど手代木社長からお話がありました大場製研さんの X 線検査装置を、グループ内で活用させていただいております。それ以外にですね、2023年7月に、社内ベンチャー企業としましてハイテクノライズという会社をですね、立ち上げております。こちらは粉体の物性測定装置というものを手掛けておりまして、お客様にそういったものを、装置をまだ購入できない方に検査サービスという形で、提供させていただいております。それ以外にですね、 X 線を活用しました中古のですね、販売プラットフォームも2024年度内にですね、協業さんとですね、一緒に立ち上げようということで、今まさに準備を進めております。今事業承継という投資家の方には気になるワード、社会問題ですよね。そういうところはしっかり貢献しながら事業に取っていっているというところ、また中古の X 線ですか、中古市場っていうのは社会循環型のビジネスっていうことにも取り組まれていて、それがいずれも成長していきそうな期待感を持たれた方いらっしゃるんじゃないかと思いますが、御社としても M&A っていうのを積極的に4社されてるということで、しかもベンチャーも取り組まれてるということですが、手代木社長、そうなるとアルコニクスグループさんもしっかり M&A 本体としてもやっていくし、そのグループ企業さんも M&A していって、で今横のシナジー効果もあるとおっしゃってたので、はい、なんかどんどん増えていく、強くなっていくようなイメージでよろしいですか。はい、それで結構だと思います。グループ会社もその自立成長の一つの作戦として、グループ会社独自における共通する分野における M&A、これの推進というのは強く推奨させていただいているところでありますし、またアルコニックス本体は本体で、すでに17社のグループの中で今までは割とバラバラで、M&A をやって、自立成長から始まったんですけれども、各社が成長している中でシナジーもできてきましたし、そうなってくるとちょっと欲が出てくるんですね。うちの企業グループの中で、あとこの分野があるといいなとか、ミッシングリンクを埋めるという、かっこよく言えばそういうことなんですけれども、そういった方向性における M&A、こういったものをさらに間断なく、仕掛けていったり、仕上げていったり、していきたいというふうに考えています。M&A によってそのミッシングリング埋めていくっていうようなのはすごく分かりやすい例えだなと思いましたが、埋めていくことでこうより強くなっていくっていうイメージだと思うんですけど、競合と比べてどうとかって伺ってもいいですか。当社の場合、競合となる企業さんっていうのが意外と具体的にどこを挙げろというと非常に難しいところがあります。なかなかユニークなビジネスモデルであるというふうに言われてて、一方ではコングロマリットディスカウントではないかみたいな、そういった費用も受けることもあるんですけれども、私自身は集中と選択というよりはむしろよりグループを大きくして、どんどん大きくしていくことの中で自然な形での集中と選択みたいな、ある程度統合効果みたいなことが出てくると思いますけれども、そういった形での合理化を前提として、企業グループ全体が集中と選択とか、そういうなんかワードだけで
イメージ的になんか切り捨てるようなイメージがあるのが、これは個人的にはすごい嫌いなんで、グループ全体で、そうもシナジーを発揮しながら、ウィンウィンの関係で、全体として発展をさせていくと。で、そういった方向性を今、試行しています。ありがとうございます。今回の手代木社長のお話、お考え聞いていただけたら、そんな集中と選択とか思わずに、本当にそれぞれが自立成長を促していくような、そんな縦も横もウィンウィンでやっていくグループであるっていうような、そういう印象を受けた方多いと思うんですけれども、手代木社長、M&A については、今ミッシングリング埋めていくとおっしゃいましたけど、はい、今後も積極的にやっていくっていうイメージでよろしいでしょうか。常に、新しい方向に向けて、成長をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では最後に改めてお二人それぞれに今後の展望ですとか、それに向けた意気込みとかを語っていただきたいなと思うんですが、まずはマークテックの西本社長からお願いできますでしょうか。はい、今後の展望をさらに力を入れていきたい分野としましては、やはりキーワードとしてはサステナビリティ、その中でも 3R と言われているリデュース、リユース、リサイクル、そういったビジネスであったりですね、先ほどの CFRP に関するビジネスであったり、やはり EV 化による軽量化ということで、アルミダイキャストのですね、ギガキャストであったり、メガキャスト、こういったメガトレンドに応じた、様々なビジネスを展開していきたいと思っています。さらには、化学製品の OEM、ODM、こちらも2025年度までには、主要事業の柱の一つにしたいと思ってますし、ベンチャー企業で立ち上げた粉体の物性評価測定装置、こちらに関してはですね、今後のトレンドである、そういう面では 3D プリンターの粉末であったり、あとは全固体電池、こういったものも全て粉体から出来上がっておりますので、そういったメガトレンドに合致した装置であったり、そういったものをですね、新規に取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございます。企業単体ではなかなか取り組みにくいようなことも、いろんなグループ会社があることで、この企業はこういうこと、この企業はこういうことってできることも増えていくのかなというようなイメージをすごく受けました。リユースとか、そういう社会循環っていうところに興味のある方は、ぜひマークテックさんのという企業も調べていただきたいですし、アルゴニックスっていうところもそういったグループ会社があるんだよというところで注目していただきたいなというふうに思います。では最後に西尾社長お願いします。アルゴニックスの成長も、今西尾社長おっしゃったようにリサイクルの分野、これはもともと非鉄のアルミのスクラップ、銅スクラップ、本業としてずっとやってきてるんですが、ここをさらに拡大をさせていきたい。すでに北九州に土地を抑え、工場の建設に4月に、取り掛かります。そこにおいてスクラップ、取り扱いを、飛躍的に伸ばしていきたいと。それをもって、アルコニックスグループの SDGs、それを主張していきたいなというふうに考えています。それと、成長のために新規の M&A に関しましては、さらに、貪欲に、展開を模索していきたいと思っています。それとですね、やはり足元で賃上げ。これに関しては、今はやはり、きちんとした賃上げを行わないと、やはり人材の確保、そういったことに将来的に問題が出るのではないか。その一方で、特に製造業は、現場において、設備投資。これは研究開発とか新規の製品の設備投資だけではなくて、現場において高齢者の方とか、女性の方が働きやすくなるような、そういったイメージの設備投資ですね。例えば、今5キロのものを手で運んでいれば、それを2キロで運べるようにするとか、自動化するとか、そういった設備投資をここは先にやっていこうよと。そういったことを、グループ会社の皆さんに呼びかけさせていただいているところであります。もちろん、アルコニックス本体自体も、今、3つの件というワーディングで、人材投資、これを打ち出していまして、3つの件、1つ目は給料で、2つ目は教育研修、3つ目は機械ですね。機械というのは、なるべく個人個人の、ライフワークバランスとか、そういった働き方、
まあ、ダイバーシティ、そういったものに合うような形で、会社側が、従業員さんが働きやすいような環境を、できる限り提供していく。そういった考え方のもとで人材投資を進めています。そういったことで、きちんとした、ガバナンスも含めてきちんとした、まず基盤を作ることで、まあ、ここまで急成長してきた、ちょっと成長痛みたいなものもあったものですから、もう一度、統制をきちんとして、人材育成をきちんとして、次の大きな飛躍に向けて、投資家の皆さんの期待に貢献できる、そういった体制を今整えたところでございます。では今 M&A17 社ということで体が大きくなってきて成長をしているような状況ということだと思いますが、はい、それをよりこう成長できるようにもう一回りもう二回り成長していけるように今人材のところも含めて投資しても並行してされている、はい、成長以外に投資もされているというようなものです。はい、そうです。やはり体幹を鍛えないとですね、はい、次の成績には つながらないんではないかと。やはり基礎体力も非常に大事なところだしと、はい、結果だけを追い求めることではなく、まず基礎基本的な体力、そういったものをもう一度見直して充実させて、次の飛躍へ結びつけたいというふうに考えています。今回アルゴニクス様気になってくださった方多いと思いますので、ぜひね、ご自身でどういった体感作りをされているのかですとか、あとどういった成長してきているのかというところ、ホームページや IR などを注目してご覧いただければと思います。アルゴニクス株式会社、手代木社長、そしてマークテック株式会社、西本社長にお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは、最後にマークテック様のご紹介動画、ご用意しておりますので、皆さんとご一緒に拝見しながらお別れとさせていただきたいと思います。